スカイラインはその長い歴史の中でごく少数の例外を除いては日本国内専用モデルであった。しかし V35 では大きく方針を転換し、海外ではインフィニティ G35 と名乗るグローバルカーとしてデビューした。スカイラインクーペも G35 クーペという新しいバッジを与えられ、北米マーケットで高い評価を受けた。伸びやかなスタイリングとパワフルなエンジンによってメルセデスや BMW の持つプレミアムクーペのマーケットに切り込むことができたのである。この大ヒットによってインフィニティはプレミアムブランドとしての地位を確立したのだ。セダンのモデルチェンジイヤーを迎えた2006年、日産はまずクーペのコンセプトカーを年頭のデトロイトショーに登場させた。それがインフィニティクーペコンセプトだ。 G35 のイメージリーダーであるクーペを先行させ、モデルチェンジを成功させる戦略であった。基本的なシルエットは V35 クーペから受け継がれた。伸びやかなラインを描くルーフ、スムーズでコンパクトなキャビンはほぼ共通に見えるが、ドアのオープニングラインやフロントマスクの高さを変更することでよりシャープな印象を強めている。 L 字型のヘッドライトは最新のインフィニティの共通アイコンであり、このコンセプトカーが市販モデルに近いことがわかる。実際の V36 クーペと比較してショーアップされた部分は、センター部分が尖ったバンパーフェイス、ミラーの代わりにカメラを使ったリアビューシステム、20インチを超えるタイヤといったところである。